アイドルは顔やから。顔じゃないよ。顔ですよね、どう考えたって皆さんね。アイドルに必要なのはファンを魅了するための歌声だろう。声もあかんやないか。顔も声もあかんのよ。え、いや顔も声もあかんのよ。え、耳もあかんやないか。顔も声も耳もあかんって、まあ、何があるの。え、最高の相方。漫才頑張っていきましょうね。やれやれ、もてやそうだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがたいですよ。トップに言います。はい、私は桑原と言います。僕はタズと言いますですね。覚えていただきたい。そうですね、知らない方がね、たくさんいらっしゃると思いますので。覚えやすいコンビです。なんと。なんですか。相方がすごい男で、はいはい、プロの歌手やってます。あ、そうなんですよ。 CD デビューしますよ。あ、これ、あ、そうなんですか。本当ですか。そうなんです。めちゃくちゃうまいですよ、歌が。いやいやいや、びっくりします。いやいやいや、なんで芸人やってんねんっていう。もうすっごいんですよ。大げさやと思う。だからちょっと今日せっかくなんで、何かね、はい、歌の方ですね、はいはいはい、あの一曲、うん、ちょっと歌っていただきたかったです。歌わせてもらえないですか。歌わせてもらえないですか。いやー、ほんとにありがとうございます。ほんとにもうなんだかもうね、なんだかほんとになんだかねー、もうなんだかもう、みんながみんな振ってくれるわけではないですね。いや、そうですね。マイクが高いってね。よろしくお願いいたします。いや、今日も多いですね。多いですか。いや、まあ、しょうがないでしょ。ソーシャルディスタンスですからね。まあ、いつもよりは少ない。あ、お客さんね、座席が多いですね。座席の話だいぶ余ってますね。いつも通りだと思いますが、初めてだから知らないですけど。ダイナさんに、あの、今10年間お階段を吹いておりまして、なんとマスターした曲は5曲2年の曲のハイペースで選んでいただいております。その中でも今日は第1番得意な曲を吹いてもらおうと思います。じゃあ聴いてください。ホタルの光。いろいろ違いなんかございますけどね。高橋さん、やっぱゆとり教育なんていうのちょっとかじってますからね。いつかね、ゆとり教育って、あの授業の内容が簡単だった時期だったんですよ。そうなんですね、うん、例えばあの、うん、数学の演習率が、はい、3.14 だったり。ありましたね、これ、ね、それはあの、うん、ゆとり教育だと、およそ3で計算してて、ギュッてやっぱしちゃったんだね。計算が楽な時があったんですよ。いいじゃないですか、高橋さん。斉藤さんは 3.14 するでしょ。私ちょっと違いましてね。あ、なんだったんですか。私、思い切って4で計算をしたんだ。そんな時代もあったんですか。ちょっとすいません。いや、ちょっと。しかも終わりだね。ちょっと待ってくださいね、今ちょっと。しかもちょっとダメです。ちょっとごめんなさいね。ちょっとびっくりです。はい。ちょっとトラブルってやつですね。びっくりしました。皆さん、どこから来るの？絶対ダメ。江戸から来たり、テープとかいらっしゃいます。止まってね、皆さん知ってました？江戸って納豆がね、有名なんですよね。そうなんです。すいません、ちょっと今直してますのでね、はい、びっくりしました。どうしたの、ね、エアギター世界超超好き、総客賞めちゃくちゃいいです、皆さん。あ、すごい余裕が。早いよ。
めっちゃ準備できてないからめっちゃ喋ってるもんだってめっちゃ丁寧に喋りましたね、僕ね、だってね違う、私のタイミング何フレディーマーキュリ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 ーマーキュしいですよね、もう盛り上げていくのが我々の仕事ですからね、そうですね、トップバッターから頑張って全然違いますけれどもね、ラストでございます我々がトップバッターぐらいのつもりでね、まあ、そういきましょう皆さんも何組も見て疲れてると思いますけどもね、トップバッターのつもりでバーッと盛り上げていくこと、いやそれはそうですよ、最後もうね、頑張ってやっていきたいと思いますけどもね、まあ我々もこうやってね、芸人やってますよね、やっぱ夢があるわけですよ、やっぱり最終目標はビッグスリーみたいになりたい、これ言ってますね、永遠の目標ですからね、やっぱりビッグスリーってすごいんですよ、すごいまあやらしい話ですけどもめちゃくちゃこれ持ってます、さっき言って。いや、もう非常、すごいです。すごいんですから。ミートボール。ミートボールってなんだそれ。